パリオリンピックの女子やり投げで決勝に進出した福岡県出身の上田百音選手が一日警察署長に就任しました。今日午前、福岡市の城南警察署で上田百音選手が一日署長に任命されました。学生時代を過ごした地、そして練習拠点でもある城南区が事故、事件などのない安全で安心な街でありますことを心からお祈りいたしまして、今月21日から秋の交通安全県民運動が始まり、警察は道路横断中の事故に注意を呼びかけるということです。